次、109スカルレイルロード、今夜も渋谷で5時集合でお願いします。遊びます。109スカルレイルロード。さ、スカルっていうぐらいから骨が骨だらけ。何この骨ロックな世界。パフパフされた。やったぜ、亀仙二冠機。あ、でこれでスカルロードをどんどん作っていって、 B スイッチをこっちへ運んでいくという、そういう感じなのね。なるほどね。骨骨ロックで骨コンボいいぞ。地面タイプが輝くステージ。でこうして全てのレールを動かしましたけれど、何も、これ順番ってことか。なるほどね。扉があるのはやり直しようってこと。適当にスカルをやってもダメってことなんだ。だから順番に、多分 P スイッチをこっち側に運ばなきゃいけないから、これは先にこっちを先に出す。でその後にこれをやって押し出して、あ、ダメか。なるほどね、わかりました。これは1アップ取る用だから関係ない。とりあえず取っときましょう。取っといて、で、あの右上のこいつ、このカロン君を矢印の方向に動かしていけば OK ってことなんだよね。だから B スイッチを最終的に踏ませればいいと、そういうわけですな。だからこいつをここでホッと上げて、で下に落とすと。そしたら今度はこのこれ白いやつ、こいつで右側へ参りますとさせて右側に行かせると。そしたらこれで引き上げて OKOK アップでギリギリ。でそしたら右側でこいつで乗せていく。完璧、素晴らしい。でピンポンされた。サイスってなんだ、ナイス。でそしたらこいつをこっからどけて、で乗せて左側へ行かせる。でそしたら P スイッチを踏んでくれるからこっち側でゴールできると。すごい、よく考えられたステージだわな。次、ヒギパウショット、クリア率 9.19% です。サムネ見る限りこのパウを使っての一撃必殺みたいな感じなんでしょうね。頑張ってパウショットを極めたいと思います。いきます。ヒギパウショット。さあ時間がない、10秒以内にこのパウショットシュート。え、ちょびっと、あ、そういうこと。バネで上に登っていくんだけど、え、どうなってんのこれ。上に参りまして、上に参り、あ、終わっちゃった。パウショットどうすりゃいいんだろうな。え、でもこれ投げる必要ないんじゃないか。上の方にこうやってぐーっと上がっていって、で、こっから下に降りるとか。で、こっから、あ、なんか。これ、よい。下の方にポンとやって、あ、あー、あっ、危ねえ、ナイスこれは成功法なのか。いや、でもクリアはクリアだからね。ありがとうございます。次。できなきゃ待てばいいじゃない。家宝は寝て待てって言いますからね。寝正月を過ごしたいと思います。いきます。できなきゃ待てばいいんじゃない。お、これいけるんじゃないか。いけるんじゃないか。いや、いけねえだろこれ、どう考えても。1アップ取っといて、壁蹴りをうまく使って、ほっ、無理だよ、届かないもんね。ここから、ほっ、無理だもんね。どうすればいいの。スクワットしよう。今のうちに足腰を鍛えて、足腰鍛えて、少しでも高くジャンプできるように足腰を鍛えて、超回復して、どうすればいいの。どうせ助けてお母さんジャンプ高く、俺は高く、あ、なんか降ってきたよ、水。これ踏めばいいの。あ、遅い。来たこれ、ほいっ、すぐさま行って駆け抜けると。 OK、 家宝は寝て待て。やっぱり睡眠って大事なんですね。今年は7時間ぐらい寝れるように頑張りたいと思います。お疲れ様でした。次、有野課長は今年も元旦から元気に指導します。スピードラン、クリア率 13% です。有野課長を見習って私も元旦から寝正月したいと思います。いきます。有野課長は今年も元気で元旦から元気に指導します。スピードラン。さて、お、あ、有野課長じゃないですか。本当に有野課長が頑張るんですね。元旦から頑張るっすね。いいっすね。頑張りましょう。俺も一緒に頑張るんで。さあさあ、元旦初日からこんなに働かされて、芸人って大変なんですね、本当に。めちゃイケの城からここで入る。素晴らしい。で、次は、おっと、やったぜ、来て。ポンと来て、ポンと来て。これもう反射神経の勝負だからね。素晴らしい。スピードランだから、一回もミスができない。スターがある。スター取りたい。スターを取って、有野課長、さすがスター。これ以上スターになっていいんですか、有野課長。はい、じゃあ、アップで、で、下行ってポイント。あー、惜しい、くそ。よいしょ、アップでギリギリ。で、怖い。最後で、ハッピーニューイヤー、イェーイ。2017年も明
ビボよろしくお願いいたします。あれ鍵なんてあった？大丈夫こう。あ、鍵付きゴールパターンもあるんですね。ありがとうございます。有野所長、元旦からお疲れ様でした。今年1年もご活躍をお祈りしております。お疲れ様です。次、リアル鬼ごっこパックンフラワー、追いかけられる系ですね。焦らないように慎重に頑張りたいと思います。いきます。リアル鬼ごっこパックンフラワー、さあどっから追いかける一瞬の出来事だったわ。考える間もなく私は殺されていたよ。そういうことですね。これで追いかけられるから、これで逃げていけと、そういうことなのか。早くして、早くして、私の命をあと少し、早くして、早くして、私が助かる運命に。あー、もう早すぎだろこれ。もうあれだね、ちくわブロックのところは絶対にジャンプしてはいけない。ほんの一瞬の隙も許されない、許されない。怖い怖い怖い。よいしょ、ジャンプして間に合うかこれ。あー、もう一個失敗した。今のはきついんじゃないか。で、こっち側行って、もう考える隙を与えてくれない。ほんと条件反射だよな。頭の運動神経、反射神経が問われる世界。しかしパックンフラワーのつそっとじゃない、くそ、噛んだ次、50秒スピードラン、爽快感マックスなお手軽難易度。お手軽難易度と言いながらクリア率は 4.55% なんですね。まあスピードランということで1回もミスできないんで、頑張って慎重にいきたいと思います。頑張りましょう。50秒スピードラン、爽快感マックスなお手軽難易度。さあ行くぜ、駆け抜けるぜ。誰よりも早く走り抜けろ。ヘイ、もたもたしてふらふらちょいや。落ち着いて集中して見極めて、ほっとで、よっしゃ、オッケー。第一関門突破、次こっち側に走り抜けて、さあ次はと、これ反射神経だからね。あーあ、バクソ見切れなかった。完璧、オッケー、オッケー、オッケー。で、ああ、怖え、ああ、怖え、怖え、アップねえよ、アップ、ああ、くそー、かぶれなかった。次はどう来る、どう来るんだ、怖すぎる。あとゴールが見えた、いっしゃい。で、時間余裕でゴールした。なんで9秒も余ってるの。40秒でもいけるんじゃないか、これは。素晴らしいね、やったぜ。次、ファイアクラウンコースター、クリア率 4.81% です。ジェットコースター乗りに行きましょうか。行きます。ファイアクラウンコースター。さあ、私は今どこに、あ、左上にいた。ここ土管入ればいいのかな。コースターらしきものは見えないけれど、お、こっから土管が、土管、そういうことは、ファイヤーコースターが、これでコインの通りにジャンプしていいけど、そういうことは、追われる人生なんだけど、いいね、背中を押してくれる人がいるっていうのはすごいありがたいわな。いいわね、人は一人では生きていけない。しゃがめってことか。ほっ、しゃがんで、しゃが、うわ、ギリギリの世界で頭燃えてるってこれ絶対。どうすんねん、猛攻が死んだら。お前大切なんだぞ猛攻は。ヒップヒップ、これ入れねえか。よし、オッケー。で、前半戦終了。後半戦は、あ、左側に行く感じなのね。なるほどね、逆方向って苦手だな。左向きって慣れてないからすごい違和感がありーの、ありーの。大と小を兼ね備える感じで、押して押して、オッケー。ふぅ、これもう反射神経だ。下、下ね、下、下。うわー、頭すれすれ、燃え盛るもの。あー、どうすんのこれ、どうすんの。おーおー、押し出されて、そのままそのまま右へ行こう。怖え、怖えよ、お母さん。ZL。ZL ってこれか。ああ、そういうことね。ちょ、そういうこと、そういうこと。ZL ってどこのボタンだか一瞬迷っちゃった。よっ、で、ああ、いなくなっちゃったよ。ああ、おお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 、楽しい。よし、ゴール。 4.81% でも余裕の勝利でしたね。私は殺人ジェットコースターをいくつでも作ってきたんで、これぐらいのギミックは余裕で避けられますわな。ありがとうございます。